司法国立音訳版ですデイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館までお問い合わせください今回の司法国立令和元年2019年8月5日号第1218号特集号国立市プレミアム付き商品券の販売について 学び、挑戦し続ける町共に歩み続ける町培い育み続ける町文京都市国立編集発行国立市役所生活環境部町の振興課商工観光係郵便番号186-8501東京都国立市富士見台2-47-1代表電話 042576の2111パクス042576の0264ホームページ HTP t コロンスラッシュスラッシュ WW.CITY.KUNITACHI.TOKYO.JP スラッシュ目次 一ページと二ページ。国立市プレミアム付き商品券の販売について。目次。終わり。税が非課税の方と。子育て世帯の世帯主が対象。二十五パーセントもお得な。国立市プレミアム付き商品券を販売します。本年十月に予定されている消費税率引き上げ後においても。 市内店舗での消費を呼び起こし景気や相場が下がらないようにするため次の12の要件を満たす方を対象にお得な国立市プレミアム付き商品券を販売します商品券を購入できる方1本年1月1日時点で国立市に住民登録をされており2019年度住民税が非課税の方は 申請が必要1人につき5冊1冊500円券 ×10 枚まで購入可能なお住民税が課税されている方と生計同一の配偶者や扶養親族生活保護の受給者等は除く2国立市に住民登録されている方で平成28年4月2日から令和元年9月30日生まれのお子さんがいる世帯の世帯主は申請は不要。 引き換え券を送ります。対象のお子さん1人につき5冊まで購入可能。商品券について1冊5000円分、500円券か ×10 枚の商品券を4000円で販売します。1冊1000円25、25%のプレミアムが付きます。1人当たり5冊まで購入できるので25000円分の商品券を 2万円でで購入できます。なお商品券を購入できる方の12の両方の要件を満たす場合は両方の立場で購入できます申請から使用までの流れ8月下旬頃より購入引換券の交付申請書を提出する11月30日土曜日までに必着なお子育て世帯分は申請不要 9月下旬頃より購入引換券が届く。商品券を購入する9月27日金曜日から令和2年2月29日土曜日まで市内の取扱店舗等で使用する10月1日火曜日から令和2年2月29日土曜日まで商品券を購入できる方のうち「1」に該当する方 住民税非課税者で商品券の購入を希望される方は本年1月1日に住民票のある市区町村に商品券購入引換券交付申請書の提出が必要です該当の可能性のある方には8月下旬頃より住民税が非課税の旨のお知らせと申請書を郵送します届かない場合はお手数ですが 国立市プレミアム付き商品券コールセンターまでお問い合わせください。商品券の販売期間9月27日金曜日から令和2年2月29日土曜日商品券の販売窓口次の表の市内10カ所の郵便局販売時間平日午前9時から午後5時 国立郵便局のみ平日午前9時から午後7時土曜日午前9時から午後3時実家者の販売窓口と住所です。国立北郵便局北三の二十四の二国立西郵便局西一の八の三十四国立駅前郵便局中一の九の三十 国立富士見台郵便局富士見台1-7国立朝日通郵便局東1-15-33国立郵便局富士見台2-43-4国立東郵便局東4-4-29国立天神下郵便局八百5859 中央郵政研究所内郵便局西2の1 8の4国立八ー郵便局八二6249なお商品券の購入時には購入代金と購入引換券のほかこれらの窓口にお越しになられた方の住所・氏名が確認できるもの運転免許証健康保険証等が必要です。また、販売期間中は 1> 1冊単位で複数回に分けて購入できますが第三者への転売や譲渡はできません商品券の使用期間10月1日火曜日から令和2年2月29日土曜日なお使用期間を過ぎると無効になりますなお9月中は使用できませんのでご注意ください商品券を使える店舗など スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラングストア、飲食店、美容院、理髪店、医療保険や介護保険の自己負担など、店内の取扱店舗等で使用できます。詳細は、購入・引換券に同封する取扱店舗一覧表をご覧ください。商品券が使用できないものタバコ・金融商品 監禁性のの、高いもの商品券類切手印紙プリペイドカードなど性風俗関連特殊営業高級料金税金の支払い等には使用できません引き換え券交付申請書や購入引き換え券に関する問い合わせ国立市プレミアム付き商品券コールセンター電話572-0011 12月27日金曜日までの平日午前9時から午後5時。プレミアム付き商品券に関するよくある質問。Q が質問。A が答えです。Q. 商品券の購入引換券交付申請が必要なのはどのような方ですか A.2019 年度住民税が非課税の方です。Q. 購入引換券交付申請書はどこで手に入りますか A. 非課税要件に該当する方には個別に郵送します。9月に入っても申請書が届かない場合は、本年1月1日時点で住民票のある市区町村までお問い合わせください。Q. 購入引換券の交付申請を行わなくても商品券を購入できる A. 非課税要件に該当する方で、商品券の購入意思のある方は申請しないと購入ができませんので、必ず申請期日、11月30日土曜日筆着までに、市役所のプレミアム付き商品券コールセンターまで申請書を提出してください。9. 購入引換券1枚で何冊まで商品券を購入できますか A. 購入引換券1枚につき5冊まで購入できます。 使用期間内であれば一度にすべて購入しなくてもご都合に合わせて購入いただけます九、9. 商品券はどこで使えますか A. 国立市プレミアム付き商品券取扱店のポスターが掲示されている店舗等で使えます対象となる方に9月下旬ごろに郵送する商品券購入引換券に取扱加盟店一覧を同封するほか 国立市商工会のホームページでも確認できます市外店舗等では利用できません 9. 商品券で買い物をした場合、お釣りは出ますか a、ええ、お釣りは出ません差額分は現金でお支払いいただくと無駄なくお使いいただけます 9. 商品券購入後の返品・返金はできますか a、ええ、返品・返金はできません 使用期間内にご利用ください九、9. 購入引換券や商品券を紛失した場合再発行してもらえますか A. 再発行はできません九、た市区町村へ引っ越したら購入引換券や商品券はどうなりますか A. 購入引換券は引っ越し先の市区町村でその市区町村の購入引換券と交換できます購入済みの商品券は 引っ越し後も国立市内の取扱店舗等で利用できます。引っ越し先では利用できませんのでご注意ください。9。全員非課税の次のケースの場合、全部で商品券は何冊購入できますか？a 父。父母子5歳双子2歳子平成31年1月2日生まれの子の場合。父。 5冊、母5冊、子5歳5冊、双子5冊ずつ、世帯主15冊、5冊×子3人、5歳は対象外で、計40冊を購入できます。住民税の非課税の判定日は本年1月1日なので、1月2日以降に生まれたお子さんは非課税者には当たりませんが、子育て世帯の要件には当てはまるので、 5冊に3歳未満のお子さんの人数分を乗じた冊数分を、子育て世帯主分として購入できます。お住まいの住所を登録されていますか本年8月下旬頃より、購入対象者に商品券のご案内を順次郵送する予定です。ご案内が確実に届くよう、転居の際は市役所で転入・転出の手続きを行ってください。 また、郵便局で転居届の提出もお願いします。東日本大震災により避難された方へ避難先住所に変更があれば次の窓口に届け出てください指定13市町村中から住民票を移さずに避難されている方は避難先住所を変更される際には避難元市町村の窓口までご連絡ください それ以外の市町村から避難されている方で応急仮設住宅からの退去後などに避難先住所を変更されたり避難を終了される場合はそれまで避難先としていた市区町村へ届け出をお願いします中いわき市田村市南相馬市川又町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町 浪江町川内村桂尾村飯舘村いずれも福島県熊本地震西日本豪雨により避難された方へ避難先に住民票を移していない場合でも住民票所在市町村で発行された購入引換券を避難先市区町村の購入引換券と交換することができます。 特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意くださいプレミアム付き商品券を販売するために市や内閣府などが手数料などの振り込みを求めたりコンビニエンスストアなどの ATM 現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありませんまた市の職員などが商品券の訪問販売を行ったり 電話等で世帯構成などの個人情報をお尋ねすることもありません。ご自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり郵便物が届いたら迷わず国立市プレミアム付き商品券コールセンターや最寄りの警察署または警察相談専用電話シャープにご連絡ください市内事業者の皆様へ。 国田市プレミアム付き商品券の取扱い店になりませんかプレミアム付き商品券の発売に伴い取り扱い登録をしていただける市内の店舗事業者を募集します募募集集期間現在募集中8月19日月曜日までに申し込みをされた場合商品券購入引換券と同時に配布予定の過小 国田市プレミアム付き商品券取扱店舗一覧表及び国田市商工会のホームページに掲載しますそれ以降に申し込みをされた場合は国田市商工会のホームページ上のみでの掲載となります取扱店参加資格市内に店舗・事業所を有する事業者ですただし使用できるのは市内店舗に限ります 注意事項1、1風俗営業特定の宗教または政治団体と関わるもの公助・両俗に反する営業など一部業種を除きます2商品券を換金する金融機関多摩信用銀行 JA 東京みどりに預金口座の開設が必要です取り扱い店舗等の募集に関する問い合わせ国立市商工会 富士見台三の十六の四。電話五七五の一零零零。ホームページ。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。K. U. N. I. T. A. C. H. I. ハイフン。S. H. O. K. O. K. A. I. ドット J. P. スラッシュ。以上で、司法国立特集号を終わります。政策完了。 2019年8月音訳編集「舘美子」構成「金子祥子」制作は「国立中央図書館」でした。